平野翔と桐山明マとの驚くべき関係。芸能界の枠を超えた兄弟愛と信頼の物語。日本のエンターテインメント業界は、華やかさと競争の激しい世界として知られています。才能あふれる人たちが集まり、夢を追いかける中で、時には予想外の絆が生まれることもあります。人気アイドルグループ、ナンバーアンダーライン愛の平野翔とジャニーズウエスト。 の霧山明との関係は、まさにそのような特別な絆の一例と言えるでしょう。二人の関係が公になったのは、人気音楽番組、ミュージックステーションでの共演がきっかけでした。番組内で、平野が霧山への感謝の気持ちを涙ながらに語る姿は、多くの視聴者の心を打ち、二人の間にある特別な関係が一気に注目を集めました。 平野と桐山は、ジャニーズ事務所という巨大な芸能事務所に所属する先輩、後輩の関係です。しかし、彼らの関係は、単なる事務所の先輩後輩という枠組みを超えた、兄弟愛のような深い愛情と信頼で結ばれています。それは、平野がまだ幼い頃から始まり、桐山は兄のように彼を導き、支え続けてきました。平野は、 霧山から芸能界の厳しさを学び、礼儀作法を叩き込まれたことでしょう。一方、霧山は平野の才能を認め、彼を温かく見守りながら、成長を促してきたのでしょう。ミュージックステーションでの共演時、平野は霧山への感謝の気持ちを込めた手紙を読み上げました。明戸君は僕が芸能界に入った時から気にかけてくれていました。 挨拶の仕方や遅刻しないように気をつけることなど、基本的なことを教えていただきました。平野の言葉からは、霧山が彼にとって単なる先輩ではなく、人生の先輩として、そして兄のような存在として、いかに大きな影響を与えたかが伝わってきます。それは、平野が芸能界という未知の世界で戸惑い、不安を感じていた時に、霧山が彼にとって大きな支えとなり、 道しるべとなってくれたことを物語っています。二人の関係は、時に厳しく、時に優しく、まるで本当の兄弟のようです。時には、桐山は平野に対して、芸能界の厳しさを教えるために、あえて厳しい言葉を投げかけることもあったでしょう。しかし、それは平野の才能を信じ、彼の成長を心から願っているからこその厳しさだったはずです。 そして、平野もまた、霧山の愛情を感じ取り、彼の言葉を真摯に受け止め、成長しようと努力してきたのでしょう。彼らの絆は、単なる感動的なエピソードとして、片付けることはできません。それは、競争の激しい芸能界で生き抜くための、重要な支えとなっているはずです。お互いを信頼し、尊敬し合うことで、彼らはプレッシャーや困難を乗り越え、 成長していくことができるのでしょう。芸能界は華やかな世界である一方で、厳しい競争、プレッシャー、そして様々な誘惑が存在する世界でもあります。特に若いアイドルたちは、その渦の中に巻き込まれ、自分を見失ってしまう危険性もはらんでいます。しかし、平野と霧山のように、互いに支え合い、励まし合える関係があれば、 彼らは困難を乗り越え、自分自身の夢に向かって力強く進んでいけるはずです。二人の物語は私たちに多くのことを教えてくれます。それは友情と信頼の大切さ、そして互いに支え合い、高め合うことの尊さです。彼らの姿は私たち自身の生活にも通じるものがあり、人間関係の大切さを改めて感じさせてくれます。 私たちは誰もが人生の中で様々な困難や課題に直面します。そんな時、平野と霧山のように信頼できる仲間、支え合える存在がいることはどれほどの心の支えになるでしょうか。彼らの物語は私たちに真の友情、そして人間関係の大切さを教えてくれると同時に。 人生における支え合いの大切さを改めて認識させてくれます。彼らの物語はまだ終わっていません。平野と霧山はこれからもそれぞれの道を歩み、新たな挑戦を続けていくことでしょう。しかし、二人の間に気づかれた揺るぎない絆は今後の人生においてもかけがえのない支えとなり続けるでしょう。そして彼らの姿は、 多くの人々に感動と勇気を与え、温かい光を灯し続けることでしょう。平野と霧山の物語は、まだ始まったばかりであり、彼らの未来には、さらなる輝かしい活躍と、感動的なエピソードが待ち受けているに違いありません。最後に、あなたはこの物語からどのようなメッセージを受け取りましたか平野と霧山の絆は、 あなたにとってどのような意味を持ちますか彼らの物語は私たちに多くの示唆を与えてくれるはずです。彼らの物語は友情の力、信頼の大切さ、そして支え合いの尊さを私たちに教えてくれているのではないでしょうか。平野と桐山の関係は多くのファンにとっても特別な意味を持つものとなっています。二人の姿は 単ななるるるアイドルととファンというう関係ををえままで家族ののような温かささ感じさせるものがありますファンは彼らの活躍を応援するだけでなく、彼らの成長を喜び、彼らの苦悩に寄り添い、共に人生を歩んでいるような感覚を味わっているのかもしれません。彼らの物語は友情と信頼、そして支え合いの大切さを教えてくれると同時に、 私たち自身の生き方、人間関係について深く考えさせてくれるものでもあります。私たちは誰かを支える存在になっていますか逆に誰かに支えられて生きているのではないでしょうか平野と桐山の物語は私たちに人間関係の大切さを改めて認識させ、そして温かい心を思い出させてくれる、そんな力を持っていると言えるでしょう。 彼らの物語はまだ始まったばかりです。平野はナンバーアンダーライン愛を脱退後新たな道を歩み始めました。一方、桐山はジャニーズウエストのメンバーとしてグループを牽引し続けています。それぞれが異なる道を歩みながらも彼らの間にある絆はこれからも変わることはないでしょう。そして彼らの物語は これからも多くの人々に感動と勇気を与え続け、温かい光を灯し続けることでしょう。平野と霧山の物語は、私たちにもう一つ重要な示さを与えてくれます。それは、メンターの存在の大きさです。霧山は、平野にとって、単なる先輩、友人ではなく、人生におけるメンターとしての役割を果たしてきました。 彼が芸能界という特殊な世界で、右も左もわからない平野にとって、道しるべとなり、羅針盤となり、時には厳しく、時には優しく、彼を導いてきたのです。メンターの存在は、人生のあらゆる場面において、大きな影響を与えます。それは、仕事、学業、スポーツ、芸術など、どんな分野においても共通です。 経験豊富なメンターの指導、助言、そして励ましは、私たちが困難に立ち向かい、成長するための大きな支えとなるでしょう。平野と桐山の物語は、メンターを持つことの重要性を、私たちに改めて認識させてくれます。そして同時に、私たち自身が誰かのメンターになれる可能性も示唆しています。私たち一人一人の中に、誰かを導き、 支える力があるはずです。自分の経験、知識、そして優しさを必要としている誰かに分け与えることで、私たちは誰かの霧山になれるのかもしれません。